吉岡くん、来ましたね、はい、来ちゃいましたね、沖縄県。なんかそれだけでテンション上がる、ね、頑張って半袖着てるけど、うん、今11月です。もうちょっと寒い寒いね。ちょっと寒い。本当はさ、今日ね、うん、今日からこうやれる予定だったんだけど、ちょっと風強くてね、ちょっと風強いんで明日になりましたけども、まあとりあえずね、道具の準備できたんで、うん、釣り屋さんのもちょっと行って聞いてみましょうか、うん、はい。いや、久しぶりに来ました。こんにちは、はい、お久しぶりでございます。はじめまして。今回慎太郎さんが初めての沖縄の立ち寄り、はい、初めてなんですよ、はい、何用意したらいいかわからないっていう、はいはいはい、うん、そうなんですよ。そこからまず、うんうん、で関東ですとやっぱりこれ50号とか40号、はい、これ一つなんですけど、はいはい、でもなんか重い点扱う話は聞いたんで、例えば我々みたいな関東の釣り人が沖縄にこう点を遊びに来た時に、これを持ってきた時にどうしたらいいのかな。しげちゃん、お久しぶりです。お願いします。そして、まあ、リーダーですね、はい、リーダーを、まあ、大きい号するというか、まあいつも使われてる12号とか使うんですかね、12号、14号、バイトリーダーとして使いますね。こう、うん、先糸に少し立つような感じで使う。そんな感じ で食い上げがすごい、はい、やっぱり物も大きくて、はい、この50号とか40号、100号ぐらいの重りを全部食い上げて、はい、何メートルも泳ぎ上がるので、はい、まあ、ちょっと太めに長くですね、長くです、だいたい最低でも50センチから60センチぐらいのそのバイトリーダーをつけて、はいはい、でなおかつその重さが少し水深が250メートル、はい、250メートルですね。まあ、那覇の南部のケラマあたりだと、はい、その400メートル水深ぐらい行くので、はいはい、まあ、その後水深に合わせたこのバイトリーダーに重りを入れて通してですね、はい、自作で作って、はい、その号数をその水深に合った、はい、80号ぐらいから120号ぐらい、はい、うん、重さ自体は80から120とか120とか、はい、付け足すってことですね。付け足します、うん、これが40号とか30号とか、はい、自分で作られてももちろんいいですし、はい、ここにもちろん点をつけるんですけど、はい、普通付属というかこのスナップがですね、うん、立ち上も口も大きくて、うん、はい、上がってくるまでにすごく時間がかかるので、うん、ガジガジやってこのスナップが開いたりするんですよ、ね、はい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 、いろんなスプリットリングだったり、うん、はい、この強い自分の好きな強いスナップをつけて、うん、もうかなりごついですもんね。そうですね、うん、これをじゃあつければこういう丸重りで作る方もいるんですけど、はいはいはい、実際どうなんですか、その丸いのと長いので。僕はなんか長いのが方がこう守られてるような感じがするのと、リーダーも守る意味でも、そうですね、まあ、シルエットがちょっと大きくなるので、うん、はい、できるだけ小さくなる気になる方はまあこちらでも守ればいいんですが、はいはいはい、こういう感じですか。そう、こういう感じです。こういうものが、まあ、あの現地に釣り屋さんとかで売ってると、はいはい、売ってますね。で、まあ、僕らこのね、はい、船宿もやってるので、はい、あるんですが、はい、大体はもう、まあ、パーツを売ってるんで、はいはいはい、あ、こういう作られてはいないかもしれないですね、はい、あ、まあ、こんな感じで足せるといいっていうことですね、はいはい、でもそのちょっとこれは、まあ、たまに、はい、ここにつける方もやっぱりいられる、はい、おられるんですけど、はい、ここはもうこの下からのバイトに邪魔になってしまって、はい、やっぱり、まあ、僕らが推奨しているのは上のバイトリーダーに通している手作りのやつが、こっちの方が食いも良くなってフッキングも良くなる。そうです、はい、おー、これなんですよ、知らなかったの、はいはいはい、そうなんですね。もうだって僕ら、まあ、あって60号ぐらいまでしかみんな持ってないから、はい、なるほどね、うん、これは便利ですね、はい、これはだからあの水深に合わせたりとか潮の流れとか状況によって、はい、まあ、80号から120号にしていく、はいはい、もうね、これがね、一番のね、不安の要素だったの。あ、やっぱり魚の口に一番近いところっていうのは地域によってやっぱりこう独特な、ね、あのスタイルがあって、はい、やっぱそれにより合わせた方が釣果の方もやっぱりいいので、その新しいものが全ていいわけじゃなくて、やっぱりこう現地に合ったものをね、調達しながらこう合わせてやっていこうが、やっぱりね、うん、当たりだけはね、間違いない、少なくても増えてくると思うんでね、うん、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、何なんだろうね、こう初めてやる釣りってさ、
同じ魚なんだけどさ、土地が変わるとさ、はい、急になんかさ、本当そうっすよね、ワクワクしちゃうというかこう、うん、半信半疑なさ、そう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 、基本的には、ね、本当にそうなのみたいなところから入るから、基本的にはほら魚の習性ってさ、うん、そのみんな一緒じゃないですか、うん、そんな変わらない、どこに行っても一緒じゃん、うんうん、ただローカル重宝っていうかさ、はい、こう地域性のさ餌だったりさ、うんうん、そのね、水深とかね、そういうのでさありますよね、感触が違うから、うん、マルキシメージが違うさ、うんうん、魚に感じるじゃないですか、うんうんうん、やることは基本的には東京湾の立ち往生とそんなに変わらないんだろうけど、うん、すげえ未知だよね。そうなんすよ、深いっていうのがさあ、まずそこが違いますよね。深いしさ、糸は太いでしょ、うん、もう絶対ライン吹けるわけじゃないですか、間違いない。で、当たりちっちゃいね、うん、ちっちゃいでしょ、それがさ、本当に掴めんのみたいな、うんうん、で、点は重くなるしさ、うん、でも竿とかはそんな変わんないし、変わんないでしょ。これはね、今日はね、修行ですよ。修行、修行。餌は何？サンマなんだ。サンマなんですけど、うん、用意してくれて、普段僕ら、うん、こっちの尻尾側、はいはいはい、使いますけど、沖縄はこんな感じでね、はい、頭側も使うんですよ、ね、で、まあ、尻尾側いつも通りつければいいんですけど、うん、頭側もこんな感じで逆さに、うん、頭2つある感じ、そういうことで、ね、前にも後ろにもある、うん、で、使ってると、うん、エラが開いてきて、それ抵抗になっちゃうんで、うん、僕はエラ切っちゃう、はい、あ、切っちゃう、うん、どうやって切るんですか。もうこのエラのところを、うん、蓋の一番開くところだけ、これがね、水の抵抗なんですよ、はいはいはい、だからここ開いて、はい、もうハサミで、あ、うん、落としちゃう、余分なところを切っちゃって、うん、やってれば、うん、まあ、使ってちょっともう上げてきた時に抵抗になってればそれで切っちゃう、それで切ってもいいんだ、うん、サンマとイワシで何が違うもあります？やっぱね、匂いがサンマの方が、うん、強いみたいです、結構沖縄なんかサンマ、うん、サンマでしかやったことないぐらい、あ、そう、うん、サンマみんな使ってますね。こんな感じで、はい、頭ワイヤーカットして、はい、とりあえずこんでいいの、それで、うん、それで下から、下から下に一回ついて、うん、もう探っていく感じ、探っていく感じ、とりあえずこのまま入れてみていいですか。よし。基本的にどういうふうに操作すればいいですかね。そこか、そこに一回置くわけですよね。まずそこをつけて、はい、で、まあ、3メートルぐらいもうすぐ切ってですね、はい、そこから、まあ、アクションさせながらじんわり、一応こう動かすような感じですか。どうなるか、やっぱり深くて、はい、アクションがぼやける感じがするので、うん、はい、強めに、強めに、あとじわーって巻いたり、はい、まあ、ゆっくりね、はい、ヘッドスローで巻き上げながらコツンというあたりがあったら、まあ、棚自体どこにいるか今も、まあ、結構棚が広いので、はいはいはい、大体何メートル、はい、そこにいると思って、はい、その近辺をしっかりやるような、やるような感じで、大体最初はもうやり始めなんで、そこ20メートル以内くらい。わかりました。その辺ちょっとやってみます。これで動いてるのかな。この程度で動いてるのかね。動いてる気がしない。しない。全然しない。これ吉岡君、あの東京湾みたいにさ、はい、こうやってずっと振っててドンってかかっちゃわないの。もうあるんじゃないですか。あるんじゃないですか。それはやったことない俺。ない。うん、はい、俺今当たる棚が分かんないんで、早めに3巻き止めで早めに探ってってる感じ。これがだんだん、例えばここで当たるってなればその1点で誘ったりもするけど、今とりあえずどこで当たってくるかを探ってる感じ。そこから10メーターぐらいに行けるのか、10から10、なんとなく目とか何か映ってます。あ、そうですか。下から10メートルくらいなんか映ってるっていう。下から10、うん、結構僕の場合こうリアクションチックな動きから入っていくことが多くて、
その動きで、はい、こう追わして食わしちゃうみたいな、味とか匂いとかじゃなくて、はいはいはい、だからじっくり待つ釣りだと時間かかっちゃうじゃないですか、うん、だから早くちょっとリアクションチックで探ってるんですけど、はい、今のところ当たりない、はい、おっとっと、ほんと外れた、外れちゃった下から10ぐらいでしたね、下から10、マジか、なんだよ追い食いせないいってあげます。遠いね、吉岡君。遠い。でもこの遠さに夢が詰まってます。詰まってる。お、もう触ってきました今。違う？今当たったかもしれない、なんか竿が動いた、おおあれ今当たりじゃねえの、何メーターぐらいでした、5メーターぐらい、おお今のは立ち、当たった、当たった、すごい、どの辺、下からやっぱ8メーターぐらいですね、じゃあ今度、おい、来た、当たった、なに、お出てまいてるもう使いこなせない、よっしゃ、来た、おお、膝曲がってますよ、難しい、何やってんの、おっしゃおっしゃおっしゃ、あー止まっちゃった、動画だよ、いやうわ頼むよ、おお、そんなでかくはないけどやる気満々でしたね、何回も当たってきた、ね、すごいね、 50m と低いから大変、さあどんなのが上がってくるか、10、とりあえず可愛いけど琉球、琉球ドラゴン、琉球王たち来ました、このちょっとオンタチオにも似てる感じだけどこれが違う、なんかね、この背びれの黒い 4.8 ぐらいあるとりあえず良かった。まだ明るいうちに一本見れた。まだ尻尾の方がいいよ。尻尾の方がいいかな。当たった。おお。あ、当たる当たる。当たる。当たる当たる。あ、でもなんかしつこくない。しつこくないっす。ストップアンドゴーでキュルキュルピタッて止めた時にゴンって食い上げてきた、で、まあ、一発目でかかんなくてほぼ
同じところちょっとね上に上に誘ったらまたバイトしてきてくれてかかったって感じでしたね。結構当たり方的にはすごいやる気がある感じだったけど、1、2、3、このね合わせ幅がねこう広く必要な時と 狭い方がいい時とあるんで、まあ、自分は最初ねこう3巻きぐらいから始めて早く層を探っていくっていう釣り方で、で徐々に2巻きにしたり1巻きにしたりとか変えていくような感じ。 1、2、3 でステイはねちょっとまあ今わかんないからねちょっと本当は短めでいきたいんだけど、さっき結構止めて当たった時もあったからちょっと長めに止めてやってます。大体ねこうリアクションで当たってくる時はこの3巻き点やピタッて止まった時にスコーンってこう食い上げることが多いですね。わっやっちった当たったやっちったあ、いる。あ、お、いるいるいる。いる？うん。お、いるいるいる。ダメだよ。頑張れ。さっき合わないよ。志田さん、巻き合わせだ。ビッてやっちゃっていい？うん。浅いとこと全然違いますね、これね。え？浅いとこと全然違う。合わせが難しいですよね。合わせ難しいよ。あ、逃げちゃったかな。おお、あれ逃げちゃった。あ、ドンピシャでしたよね、今ね。何メーターいるのかな。え、下から10くらい。あ、いるのかな。いる、なんかね、あ、重たい重たい。あ、いた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 よ。いたいたいた。なんか遠いと分かんないね。あと50。どう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 。なんか軽いよ。あ、いた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 。なんか急に軽くなったりさ。上に泳いできてんじゃないか。上に泳いじゃうのか。よっしゃ。もうこれなんかちゃんと琉球王たちみたいな顔してる。うん、目でっかいね。目でっかい。この背びれのこの黒いとこかっこいいもんね。そう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 。変態話してんね。変態話。あ、最高な気分です。ご機嫌ちゃんになりましたよ。よかった。あ、楽しくなっちゃったね。いるいないいるいない。いるいない。本当そう。わあ、反則。おお、来た。遠いな、200m。あと100m ありますよ。あと 20m。 下からさ、たるんだ分巻いて、さらに巻いてるから 8m ぐらい巻いて。お、来た来た来た。どうだ。あ、見え。お、頭しか見えなくて、頭しかないから不足だった。よいしょ、来たよ。どんどんサイズアップしてる。あ、理想なかかり。危ないな。わがままだよね。これでも十分大きいんだけど、なんか欲しくなってくんね。だってね、関東で言ったらドラゴンサイズですよ、これ。ドラゴンサイズですね。俺の足の長さくらい。長えな足。
俊太郎さん当たる？当たんない。当たんないね。当たんない。なんか寂しくなってきた。ね、全然当たんなくなっちゃった。わあ今当たった。当たった？うん。当たった。すげえ。当たったって。なんかすげえちっちゃいな当たりが。なんか違う魚かね。なんか違うんですかね。なんかカツ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 。カツ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 やるの。違う。結構ボロボロにされてますね。やっぱり？上がってこない。本当だ。これ炭焼きなんですかね。炭焼きみたいです。上。いるわ。出た？なんかかかったけど。かかった？ほら、犯人だ。あ、君ですか？犯人。これ。こいつ？それだよ。こいつ？犯人。犯人ね。こいつがね、糸切っちゃう犯人の。縄切り。縄切り。炭焼き。炭焼き。の群れ。マジ。怖いね。炭焼きの群れ。あれも群れでいるんだ。40m。はい。40m。40。あ、そうですか。すげえ浅くなった気分。おお、来た。はい。おーっしゃー。でかい？あーあー、切れた。切れた。なんで？え、なんか上から切れてない？ほら、上から切れてる。足りる？うん。足りるじゃな、何メーター？ 57。あ、じゃあ。あいつだよ。うそー。もう、じゃあこやってる時に。そう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 。最悪。どっちこれ。また違うやつ。どうだ。かかった。どうなの。またあいつじゃないこれ。タチ。またあいつ。またあいつ。またあいつでしょ。だよ。あいつだよ。あ、タチウオだ。タチウオだった。違う違う違う、黒シビのでっかいやつだ。あ、でっかいやつだ。タチウオかと思った。タチウオかと思ったじゃんよ。え、何こいつ。こいつもさっきの一緒？これ一緒？あ、一緒だよね。一緒なんだ。でかっ。こんなでかいの。これまた同じやつですか。長田近松だって。長田違うやつだ。それ吉岡君当たりなの。当たり。当たり？うん、ずーっとしつこいこいつ。おお、来た。何イカそれ。これ何イカ。フィリピンスルメイカだって。フィリピン。フィリピン。フィリピン。あー、意外とさ、はい、やっぱあの水深200メートルを超えた時のあの当たりって、はい、割とはっきり出るんだけど、うん、こう合わせるの難しいよね。かけるのが難しいですよね。これが難所でしたね、うん、ああそれがやっぱこう慣れていかないと、ああなかなかちょっといつもやってるところとはまた違う感じ。また違いますね、うん、違いますね。それが慣れてくれば。ああでも、ね、我々もあの
ちゃくないですよ。そうですね、全然ちっちゃくはない、はい、こっちだと、うん、まあレギュラーかもしれないですけど、うん、全然ちっちゃくないですよ、ね、ちっちゃくないですね。でもやっぱ C 側のスタッフはすごいですね。いや出ちゃいましたね。出ましたね。あんなのがいるんですよ。いるんですね、うん、まあ実際ねあれを狙いに僕ら来たんですけどね。そうですね、まあ思ったようにいかなかったですけど、またリベンジしましょう。はい、はい、次回リベンジってことで、はい、はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。